人は生きていくために何かを犠牲にしなくてはならない。そのためには安息の日といえど労働を必要とすることさえある。次のナレーションを定めました。ここが芸を見せれば小銭を稼げる場所か。俺が大道芸ってやつを見せてやる。そしてラーメンセット。さあ楽しい人形劇の始まりだ。なぜ俺の芸に客が来ない。何が足りないんだ。種も仕掛けもないのに。ほいっと、もう一回ほいっと、ナイス。やあやあやあ、センキューセンキュー。団子大家族パンを販売中です。家族一緒に召し上がってください。こんな格好で売り子をするなんて聞いてなかった。恥ずかしい。サナエさんと一緒に作ったパンが売れない。サンマクリームをたっぷりのサンマパン、何がいけなかったんでしょう。いらっしゃいお客さん、サナエ特製サンマパン、正義の数だけ買ってくれるよな。私のパンは正義がないと買ってもらえないんですね。私は大好きだぞ。ようこそジプシー、我が神秘の館へ。俺近々恋人ができたりしますか。できないわ。なんで香りが答えるんだよ。できないわ。俺に何が足りないって言うんだ。個性ね。そんな、ほらツッコミにもキレがない。そんな個性のないあなたに未来が開けるこのタリスマンをおすすめするわ。合体。ミニ戦いかがですか。今なら2割引きで販売中です。なぜ俺だけが稼げない。うひひひ、小銭たんまりだね。おい、この場所客ごといただくぞ。ほうほう、小鳥さんと対決をするつもりかね。どちら様で。魔物もとい、これはただの良心だ。まあいい、見せてやる。千年の思いを込めた宝術奥義を。この空の向こうには翼を持った少女がいる。それはずっと昔から。人形に心を込めなさい。私はあなたと共にあるから。やあやあ、ありがとう、ありがとう。そうだ、カラスになろう。行こうな、懐かしさ。